では再開していきます。伝説のスタッフィー2実況プレイです。今回から展開編に入っていきます。前回のラストステージであった、前回というか前作のラストステージですね、がちゃんとしたこういうステージとして登場しております。まあそのちょっとややこしくなっちゃうんだけど、前回のパートはヤホ鉱山を攻略して、なんかヤホ鉱山攻略したところはなんて言うんだっけ、赤いカタツムリみたいなやつ、あれが前作にも登場していた、あいつがこう展開が大変なのでちょっと規定ということで帰ってきたって感じですね。でこの左下にいる緑のちっちゃい竜、これはね乗り物だった気がする。これはね、なんかこの乗り物めっちゃ楽しかった覚えあるそれは覚えてる。そして BGM は相変わらずですね。像が壊れてる。ロブじいさんの像がある。おじ、ご無事でしたか？母上は見つかりましたか？まだだ。気になって展開に戻ってみたが、ここも結構荒らされてるみてえだな。そうなんです。あの後小さいオグラみたいな悪者がやってきて、いろんなところで大暴れして、ほとほと困り果てております。この像を見てください。どれもあの悪者に壊されてしまったんです。あらら。ランタッタ、ランタッタ。いたずら、いたずら、楽しいなぁ、と。ああ、こいつは、この前、父ちゃんが言ってた僕たちの敵だな。こんなものを、こうしてやる、こうしてやる。ああ、あららら、銅像が。ギャー、ざまあみろだ。ランタッター、ランタッター。うわー、王様の立派な銅像が。王様あんなムキムキだったんだ。どうしよう、どうしよう。こういう時こそね、王様がビシッと、オーグラ倒してくる、プチオーグラね、やっつけてくれればいいんだけどね。この像は展開にとってとても大切なもの。ああ、どうしよう、困った、困った。なんだ、そんな古くせえ銅像なんてどうでもいいじゃねえか。さあ、行こうぜ、スタッフィー。俺様たちは忙しいんだ。待ってください、助けてくださいよ。助けてくれたらきっとまた王様から立派な、王様からお宝ががっぽりと。バカ野郎、俺様たちは忙しい。今なんだって、お宝がっぽりって言ったのか？それはもう、きっと後で王様からがっぽりと。本当か？よーし、後でスタッフィーを助けてやってギャラに上乗せしてやるぜ。銅像は銅像の破片となって4方向に散らばってきました。きっとこの辺りに散らばっているはずなのですが。だってよ、スタッフィー、4つの銅像の破片も探して持ってきてやれ。なるほどね。銅像の破片が4つの方向には砕けてしまったと。さっきこの扉開いてたけど、ここら辺じゃないの。上から行こうか。あるじゃん。2つ？ん？ 4 つあるじゃん。ほらー、これ伝統だよ。スタフィーシリーズ伝統のこれだよ。この辺かな？一回待った方がいいね。絶対先端刺さってる、これ。いやいや。ちょっと真珠取りたかったけど、しょうがない。これ遠いか？いけたいけた。ケイ。うん。下半身。銅像の破片を手に入れたよー。おー、順番で取っていけばいいのか。お前か。お前か。すげー背景綺麗。雲の上感がやばいね。おー、危ない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 。すごいなぁ。めっちゃ綺麗な背景なんだけどさ、この足場のさ、水が毒水なんだよな、完全に。完全に毒なんだよな。よしよし、今のところいい感じよ。いい感じよ。いい感じよ。よし、クリア。銅像の破片を手に入れたよ。あと2つどこだろう？逆側かな？
この辺、この下にもある。おお、あーなるほどね、光ってる時間制限があるんだ。どんどん進めば問題なし。こっち側で合ってた？合ってた、合ってた。真ん中、真ん中、あー真ん中だけ外れだった。やばい、暗くなってきた、危ない。あれ、これ左が正解かよ。ちくしょう、やばい、暗くなってきた。オッケー、よしよしよし。これで、あ、頭だね。あと、なんだろう、あれ、左腕かな、どっちかかな。あ、合ってるっぽい、こっちっぽいな。うーてっ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 て。この辺からは、雲が。届いた。よし、オッケー。これでいいんじゃない？あ、もう全部揃ったじゃん。どうぞな、破片手に入ってよ。簡単だな。この上何これ。おお、眉ドラゴン。うわー、あー、眠いっすね。ん？展開が大変なのにのんきだって？だって動くのめんどくさいし、むにゃむにゃ。あ、そうだ君、足の乗り物に乗ってみないですか？え？リューンっていう乗り物なんだけど、どうやりますか？操作方法は看板を見てちょうだいね。じゃあゴール地点で待ってるんで、あーめんどくさ。いたー、リューンだ。リューン、危なくなったらうまく防御で切り抜けよう。かわいいね、これ。防御。そう、防御。かわいい、これ、ほんとに。防御。痛い。防御できねえ。スタフィーを盾にするっていうね、防御でしょ、これ。でもこれ、ちゃんと防御できたはずなんだけどな。ほらほらほら、スタフィーのジタバタが、当たってる当たってる。いいね、リュウ。これね、まあ、魔法セットに変わる位置取りなんだけど、これね、めっちゃ楽しかった覚えはある。でもめっちゃ楽しかったっていうか、うん。やるっすね、それ君にあげるわ。じゃあ足はもう一人眠りしますかね、むにゃむにゃ。確かね、これもね、リュウの使い勝ちどうですか、むにゃむにゃ。あー、ダメか。これもね、確かね、気球と同じで、クリア後に、なんか強くなった気がします。で、それがね、めっちゃ楽しかった気がする。はい、4つパーツ詰めてきたよ。あ、4つ全部合いましたか。ありがとうございます。お前直せんのそれで。で、早速私が修理を。あ、すげえ、こいつ。できるやつだな、こいつ。やべえ、こいつ。完璧に直しやがった。あ、よかった。元に戻った。この銅像はその昔、天界がオーグラに襲われたとき、我々を救ってくださった今の王様の若かりしお姿。今では天界の守り神となっております。へぇ。それじゃあ、左がスタフィーの父ちゃんってわけだな。そうです。そして右のお方が、かつて王様と一緒に戦った、キョラスケさんたちもよーくご存知のあのお方ですよ。むふふふ。むじゃねえな。うん、どう見てもあのじいさんにしか見えないが、いやまさかな、あのすっとぼけたじいさんなわけねえよな。ふふふ、あ、そうそう、助けてくれたお礼に、ここから左に行ったところにある閉まった扉を、あ、左に行ったところにある閉まった扉を開けておきましたよ。王子、一刻も早く母上を助けられて、元気にお戻りになられることを心よりお待ちしていますよ。これあれなんだね。真ん中のこの扉じゃなくてこっちか。あ、リューンだ。これ BGM いいね。すごい。すごい BGM が綺麗でいいわ。乗り物の BGM だったら結構リューンいいかもしれない。気球は嫌なんだけどね。トラウマになるからあれ。あれ、本当にね。あ、やべえ。防御出すの遅れた。
級ね、やれば、やってる人はわかるんだけど、ほんとね、知らないところから落石とか来るとね、ほんと、心臓びっくりするんだよ。ほらほらほら。ちゃんとスタビーがジタバタしてる時じゃないと、防御判定にならないみたい。スタビー守るために感じで乗ってるのにね。スタビー思いっきり縦にしてるんだよな。よし、クリアです。クリアー。宝箱の中には、グッズ、宇宙服が入ってたよ。展開の意外な過去。まだまだいろんな色冒険してみよう。うん。ということで、極めろ流星アタック来たわ。ってことで、さっき手に入れた服から、宇宙服。宇宙セットその1、最新技術の塊だよ。あとヘアバンド取ってたね。ちょっと女の子っぽい可愛いヘアバンドだよ。すごいな、この格好も。あ、やべえ、忘れてた。そういえばね、ミニゲーム手に入れてたね。これだ、チューチューパニック。白いネズミを脅さないように渡らせよ。あ、これ俺めっちゃ遊んでた気がするわ。そうそうそう、これこれ。このね、悪いネズミは、落としていいんですよ。逆に落とすの。で、白いネズミは、こう、乗ると一段下がっちゃうので、こう、うまいこと右にやってあげるってやつ。で、悪いネズミはわざと、落っことすと。で、乗ると一段下に下がっちゃうので、乗ると一個下がるから、こう、押し上げてあげると。で、そう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 。これ白いネズミを落としちゃうと逆にマイナスだったからダメだった気がする。これね、確かに俺がよくやってたんだ。この、なんだろう。この、ここに当て続ける。この、両方に当て続けると動かないっていうのがあって、これずっとやってクリアした気がする。懐かしい。ということで、まあ、遊びはこのぐらいにして。天下8年に極めの流星アタック来ましたね。流星アタックズババビュンですよ。お、これあれじゃん。8年、あれじゃん。これ前作の入り口のところじゃん。この流星アタック楽しかった気がするな。これ本当に入り口のまんまだな。あ、王子、待ってました。待っていました。実は大黒対策用に新しい技を開発したのですが、お、やるな。たまには役に立つじゃねえか。早速教えろよ。それが、この技はとても危険なので、簡単には教えられないんです。たとえ王子といえど、今どのくらいの実力があるかテストしないと。めんどくせえな。で、一体何をすりゃいいんだ?この部屋の3つの扉を開けます。これ全部あれじゃん。前作で言ったやつじゃん。下はナマズボート言ったけど、今回いないよね。その3つの扉の先にある乗り物エリアをクリアして私の元に来てください。私はこの扉の先にで待っています。チッケチな野郎だ。まあいい。おい、スタッフィー、さっさとこなしてこいよ。それくらい危険な技なんです。では頑張ってくださいね。これ下がナマズボードだったよね、前作は。あ、今回リュウになってる。ということで3つの乗り物エリアをクリアしなくちゃいけないと。いやでも、竜の BGM いいね、これ。大空を飛んでる感がすごいわ。いやだ、こいつは来るんじゃない。まだ攻撃手段がないんだよ。盾しかないんだから。これ、盾なんとかなる。あ、消せる。すげえ。でも、早く進みたいところですが、ちょっと盾盾盾。危ない。いつ攻撃飛んでくるか分かんないからさ。ずっと盾張ってるぐらいの方がいいんじゃない?ほらほらほら。来い来い来い。大丈夫?大丈夫?盾盾盾盾。危ね。消せる消せる。もうクリアかな?よし、クリアですね。一
個目クリア。で、左、ここ前回着ぐるみいたよ。キキュか。お前か。いやだよ、キキュ難しいんだよ。キキュ難しいんだよ。キキュは難しいんだよ。オッケーオッケーオッケー。うわー、動いて。本当にさ、でも毎回気球失敗してる気がするんだけど、これ進みすぎちゃうんだよな。いや、戻れ戻れ。おっ、キャッ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 。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。危ない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 。はい、オッケー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 。あ、いいよ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 、いけてるよ、いけてるよ。いけてるよ。落ちてくるなよ。来るなよ。来るなよ。何も来るなよ。よし。戻れ、戻れ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、いった、いった、いった。ほんと、気球さ、すごい難しいんだよね、気球だけ。あれ、来たよ、これ。出たよ、こいつ。こいつも難しいんだよ。ほんと気球とこいつ苦手だわ。おぶねえ。いいぞ、いいぞ、いいよ、いいよ。ちょっと、もう少し後ろに行きたいんだが。オッケーオッケーオッケー。もうちょい、ちょっと、ちょっと、ちょっと位置取り前すぎない？もう少し後ろから行きたいところ。オッケーオッケーオッケー。動かなければ当たらないっていう。そうそう、勝手に進むの。であるので、勝手に進むので、動く、びっくりした。マジでびっくりした、今の。よし、3つクリアしたよ。早くさっさと流星アタックを教えてくれ。流星アタック、流星アタック、おぉ、流れ星。よし、さすがです、王子。あの3つの乗り物エリアをこなせるほどの力があれば、きっと私が開発した技も使いこなしていただけるはず。ではでは伝授しましょう。名付けて流星アタック。この技はダブルジャンプから行います。硬いブロックをドカドカ壊したり、敵に流星アタックで乗っかってその跳ね返りを利用して、そこからさらにダブルジャンプなども行います。隣の部屋に看板を立てておいたので、いろいろ試しながら練習してみてください。きっとお役に立つかと。来ましたね、流星アタック。待ってたよ、この技。敵を利用してのダブルジャンプは特に重要です。ダブルジャンプした後に下火ですね。これで流星アタックが使えます。はい。で、流星アタックをした後だったら、もう一回ジャンプができるようになると。やべ。ちょっと失敗したわ。そう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 、こんな感じ、こんな感じ。そう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 。跳ね返りを利用することで、あとこういう硬いブロックも、普通のスピンアタックで2回かかる、使うやつも、流星アタックなら、連続で壊せると。気持ちいいね、これ。いいね、いいね。流星アタック欲しかったよ、これ。ということで、クリアです。宝箱の中にはグッズローラースケートが入っていたよ。この先、流星アタックは頻繁に使うよ。しっかり練習して慣れておこう。そうですね、空中で流星アタックで乗り継いでいくところとかもあった気がしますよ、これ。あー、愉快で強気なヤリーカーズって書いてあった。うん、確かヤリーカーズだ。ヤリーカーズです。ヤリーカーズ。あ、なんか覚えてるな、ヤリーカーズ。懐かしいな。はい、やっと動かなかった。懐かしい、ヤリーカーズだって。いた、いた、こいつ。ヤリーカーさん。おいーっす。え？なんだ、なんだ？おいっす。ボソボソ。声が小さい。もう一丁。おいーっす。おいーっす。よーし、合格だ。お前たち、いいところに来た。私はこの展開を守るために派遣されてきた、頼もしいヤリーカー集団。ヤリーカーズのリーダーなのだが、困ったことに、私の部下4人がまだ集まってきとらん。
すでに大蔵どもの襲撃が始まっているというのにブツブツ。そこでだ、お前たちにその部下4人の捜索を命じる。この辺りに私と似たような姿の部下が4人いるはずだから探してここへ連れてきてくれたまえ。では頼んだぞ。なんだこの強引なおっさんは。でもなんか迫力あるな。ここはおとなしく従っておいた方が良さそうだ。ブツブツと。よしよし、スタッフィー行ってこい。このおっさんに似た姿の部下を4人探してくるんだ。ヤリーカーズですね。こいつらは懐かしいな。あ、これ、ちょっと届かなくなっちゃう。あー、2個同時に壊したかった。あー、スピンアタックでも壊せる、これ。この辺かな。ヤリーカーズか。懐かしいな。いたよ、いた。これ多分、これ、あれですよね。これ、ドリフターズのパロディだと思うんですよね、これ。雲に矢印がついている。まあ、上に乗ってジャンプとかしてみよう。確かにドリフターズって結構もうほぼほぼ時代遅れ説が。そうだよね。だってもう俺も生まれてないぐらいの時からやっていて、再放送とかで、ね、特番とかでやっていたようなレベルだから、それ見たことあるぐらいだし、ね、だいぶ懐かしいんじゃないかな、もう。だってあれってもう昭和とかさ、もっと前の、出したらもっと前の説あるよね。よく知ってるなって感じだけど。8時だよ、全員集合とか懐かしすぎる。で、そろそろヤリイカさん、メンバー来るんじゃないかな。真珠取ってるとさ、あ、失敗した。地味に斜め難しいんだよなぁ。いた、いた。すげえ、やべえ目してる。ヤリーカーズ4号。なーに、あんた。え、なんでリーダーのとこに行かないのかって。そのもん、カラスの勝手。いやいや、私の勝手でしょ。ほら。カラス、何で泣くのじゃないの。じゃあ、カラスの勝手、あ、いいんか、いいんか。ちょっと、何すんの、話しなさいよ。暴力反対よ。任務は嫌よ。いや、いいか、4号を連れて行くことにしたよ。無理やりだな。よし。で、ヤリーカーズ4号。あ、ここ真珠だけだわ。じゃあ、他にはどこがある？とりあえず4号は見つけたから、こういうところにいたりしない？あ、あるじゃん、あるじゃん。え？おー！くしゃーみすごいぞ。くしゃーみこの水流はレベル2でもダメみたい。つーかレベル2関係なしで空中でもやってくるんだこいつ。ちょ、まずくない？まずくない？危ない危ない危ない。こっちじゃないね。ジャンプジャンプ、危ない。合ってるよね。うん。うわあ、耐えろ耐えろ。よし、いたいた。なんかインテリ系の人がいる。ヘアアクション。あー、風邪ひいちゃった。君こっちに来ない方がいいよ。風邪うつるからジュルジュル。何、リーダーが探してる？知らねえよ。話すよ。ヘアアクション。ヤリーカーズ4号を連れて行くことにしたよ。リーカーズ4号、3号と来て、この上にもあったよね、確か。よし、これ1号かもしれない、先に。まあ、いっか。またこの目が危ないやつがいるよ。なんか天気がすげえ悪くなったね。天気がすごい悪い。そして、この敵すげえいやらしい配置してる。あー、なるほどー。これちょっとできれば、ダブルジャンプ温存していきたい。あ、そんなことなかったか。あー、危ない。よし。ヤリーカーズ2号。誰だ君は。よくここまで登ってこれたな。
体操が得意な僕でさえ苦労したのに。え、リーダーが探してる。うわ、任務やだよ。話してくれ。なんだよ、みんな任務嫌なの。みんな任務嫌がってるね。てか、あれだね、順番2個ガッチでよかった。おー、雷。うわ、明るくなっているうちに周りの地形を覚えて慎重に進め。なるほど、わかった。慎重に進むよ。周りの地形を覚えて慎重に進むよ。慎重に進めばいいんだね。ちょ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 痛い。これね、ブロックは見づらいんで、見やすいんだけどね、ブロックの周りのトゲ見づらいんだわ。ということでね、相変わらずタブレット、Wii U のタブでやってるのでね、見えます。うわ、びっくりした。リーダーが来たのかと思った。君よくここまで来れたね。僕のお得意の雷放っておいたのに。こいつ雷得意なの？え、なになに？リーダーが探してるって？もうすぐ任務の時間？やだよ、話せよ。悪者怖えんだよ。エリーカーズ1号を連れていくことにしたよ。ってことで、みんなやリーカーズ持ったね。これさ、もしかしてアイテムにいたりする？グッズじゃない、グッズじゃない。あ、いるわ。ヤリーカーズのメンバー、雷が大好き。ヤリーカーズのメンバー2号、メンバー、体操が得意。3号、くしゃみが止まらない。4号、お化粧が大好き。へぇー、こんなのあったんだ。ということで、持ってきたよ。はい。こら、お前たち、どこ行ってた？たるんどるぞ。だってよ、オーグラなんて悪者怖えんだもんよ。雷好きって言ってるのにオーグラ怖えんだ。やべえな。そうだよ、やめとこうよ、リーダー。やかましい。我々にはこの天界を守るという大事な任務があるのだ。我々がそんな弱気でどうするんだ、バカモンが。怒っちゃやーよ。私たちデリケートなんだから。そうそう、ヘイアクション。俺なんて風邪気味で動けないよ、ジュルジュル。3号は休んでいいんじゃないかな。ごちゃごちゃと、さて、キョロスケたちを世話をかけたな。これから我々は任務に入る。お礼にそこの扉は開けておいたからな。お前たちも冒険頑張るんだぞ。3号は休ませてあげていいと思うよ。あーらよっとっと、あーらよっとっと。なんだその変な踊りは。格好悪いでしょ？とほほ。うるさい、これは大事な準備運動の一部だ。サボるなよ。準備運動。へい、しくしく。まあ、ダンスというよりは確かに準備運動って言われたら納得してしまう自分がいる。あー、危ない。こいつ何なんだよ、このくしゃみ。なんでこんなの展開に置いてあるんだよ。防犯システムなのか、まさか。おいしょ、抜けた。あー、抜けれなかった。しゃがむしゃがむ。これで、うーい。しゃがめば大丈夫。よし、お宝ゲット。うん、宝箱の中にはグッズ、ハッピーが入ってたよ。まだまだ展開にはいろいろなところがあるみたいだね。どんどん進んでいこう。おー、だいぶステージありますね。ちょっとここで一旦動画と区切ろうかな。うん。6個ステージがあるってなると、展開編1個でパート作ろうとすると、だいぶ長い気もするし、もしかしたら前回のパートとかもね、前回の、ヤッホー鉱山とかも2つに分けてるかもしれないんで、ちょっとここで一旦、実況区切ろうと思います。今回ご視聴ありがとうございました。また、次のパートでお会いしましょう。バイバイ。